はい、皆さん、こんにちは。チームハローンズ、黒川です。ドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日は終書ということで、週間見通しとなります。まず結論から申し上げます。週足ですね。ボリンジャーバンド1目均衡表、強い上昇トレンドが進行中、ストーキャスティックスは売りシグナルが点灯しております。ただですね、まあ強い上昇トレンドが進行中ということで、まあオシレーターた系ストーキャスティックス騙しの可能性もあるのかな,あるのかなと、個人的には思っております。はい、冷やしですね。はい、ボリンジャーバンド上昇トレンド 進行中スストーキャスティックスは売りりシグナルが点灯しております、はい、ただ、この売りシグナル、あの形状が形状を見ますと、もうそろそろゴーデンクロス、回避シグナルの形状になりつつありますので、個人的にはあのトレンドに乗っていってもいいのかなという感じがしております。それではですね、テクニカル分析とサポートレジスタンスのご紹介をしたいと思います。 はい。まずは、週足ボリンジャーバンド、ストキャスティックス。はい。こちらですね。まあ、強い上昇トレンドの形状をしております。赤い点線、トレンドの方向性を示す赤い点線21周移動平均線、鋭角に上昇。ローそくはと言いますと、この2シグマラインを上抜けして推移しております。はい。ボリンジャーバンド、ストキャスティックス。相変わりすぎな判断基準であります80。80%ラインよりも超えて推移をしており、なおかつ、売りシグナルが点灯しておりますが、かなり強い、あの、あの、上昇 トレンドが進行していますので、まあ、あのストーキャスティック の正確性はちょっと個人的には疑問に思っております。はい、続きまして、週足の一問均衡表、こちらもですね、まあ強い形状しています。上から、ロウソク足、転換線、基準線、雲の順番、パターン分析というところの典型的な上昇トレンドのパターン、なおかつこの3つのラインですね、えー、と転換線、基準線、えー、と地高線ですね、これも鋭角に上昇しておりますので、まあ、強い上昇トレンドが進行中と判断 することができるということですね。はい、そんな中、えっ、ー、と日足の一目も均衡表こちらもですね。まあ、綺麗な上昇トレンドの形上をしております。赤い点線、21日移動平均線も上昇傾向にありまして、まローソク足やと言いますとですね。はい、1回ですね。このシグマラインを下抜け成功したんですけど、再びシグマライン上抜け成功しております。 でシグマラインのですねこの角度から見ますと、まあ、ちょっとあのローソク足もですねこのままずっと一緒に切り上がる可能性も十分考えられるのかなという感じがしております。はいそんな中、オシレーターケーストキャスティックス、一応、売りシグナルが出てるんですけども、ちょっと形状的にですねもうそろそろゴールデンクロス、買いシグナルの形状になりつつあるので、まあ、個人的にはあまりこの売りシグナルは、あの正確性は高くないのかなと考えております。 はい。えっ、ー、とですね。まあ、週足と一あの日足のテクニカル分析を解説しましてきましたが、じゃあ、今週のですね、あの、サポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはですね、えっ、ー、と、サポートライン、こちらが、まずは119円の というレベルなんですけど、このぐらいですね、これは何かと言いますと、冷やしの、まあ、21日、移動平均線レベルということですね、続きましては、さえー、とレジスタンスラインは、えー、と3月28日高値、125円の丸8レベルというところですね。はい、はいい、えー、今週の予想レンジ、119円の79から125円の丸8で、本日のポイント。 ですね。今週のポイントなんですけど、まあ、今週再び125円台を視野にということですね。まあ、あの、教えた系でですね、あの、ストキャスティックスで売りが点灯しているんですけども、強い上昇トレンドが進行中ということですので、個人的には引き続き堅調な推移が予想されると考えております。本日は以上となります。